村田邦子は、日本の政治家、神奈川県中軍二宮町長、神奈川県議会議員、二宮町議会議員を務めた、神奈川県横浜市に生まれ、東京都日野市で育つ。東京都立国立高等学校、先修大学文学部卒業、大学卒業後、海運会社のジャパンライン株式会社に入社。 二宮町の生涯学習センターの建設に際して町民として審議会に参加。この時の活動がきっかけとなり、1998年の二宮町議会議員選挙に出馬し、初当選した。2002年再選。2007年神奈川県議会議員選挙に中軍選挙区から出馬し初当選。2011年の神奈川県議選では、 民主党の推薦も受けて出馬したが、自由民主党現職の古沢時計に敗れ、落選。2014年10月1日、二宮町長選挙に出馬する意向を表明し、町財政の見直しや、町長退職金の廃止、安心して子育てできる町づくり等を掲げて、立候補した。11月26日投開票の町長選で、現職の坂本隆也町長と脇正文、 全長議の2候補を破り、当選した。同年12月1日、二宮町役場に初登庁し、正式に二宮町長に就任した。2018年11月18日、添田隆元町議会議長と脇正文、元町議の2候補を破り再選。投票率は56.94%。ありがとうございます。